デリフェルデンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のフェルデン軍に、属す、町村である。デリフェルデンは、ベーザー川中流域北岸に位置する。アラー川とベーザー川が、長域の東西の境界を成している。1972年の市町村再編以後、この町には、それまで独立した町村であった以下の地区が含まれる。アーネベルゲン、バルメ、バルンシュテット、ディーンストホープ、 ヒュルゼン、シュテイデベルゲン、バーネベルゲン、ベステン。またシュテイドルフ及びゲステフェルトの集落がデルフェルデンに属す。デルフェルデン周辺地域にはおそらく古くから人が定住していた。加工された石器や陶片といった出土品が発見されている。ベーザー川の砂の中からはケルト人の道具も出土している。馬が2頭埋葬された墓も見つかっている。 デリフェルデンという名前の起源は明らかではない。一般には川を渡る浅瀬に由来すると推測されている。DR という窃盗語は現代ドイツ語の d ヒすなわち英語のスルーにあたる語で、ここを通って川を渡ったと推測される。この名前は1200年頃に初めて登場する。この街をドーフファーンと表記している記録もあり、おそらく17世紀頃から、 現在のドーバー団に固定された。命名については次のような民間伝承がある。ある旅人が北からフェルデンを目指して歩いていた。だが彼は途中で疲れ果て、思わずこう叫んだ。ああ、この砂の中で死ぬのかそれでこの場所はアヒムという名になった。しかし彼は持ちこたえ、さらに南に進んだ。とうとう遠くにフェルデンが見えるところにやってきた。彼は叫んだ。 あれがフェルデンだそれでこの場所はダ・フェルデンという名になった。彼はフェルデンにつき休養を取った。だが彼はフェルデンが気に入らなかった。そこで彼は再び南に向かって進み叫んだ。やっとフェルデンを抜けたぞそれでこの場所はデリフェルデンという名になった。デリフェルデンの町議会は二十四人の議員と町長からなる。ズンガラ。 背景は青字で銀の斜め破体。向かって右下はギーベル十字で先端は互いに外向きの馬の頭部。向かって左下はドイツ式の回転台付き風車。デリフェルデンとその周辺町村の紋章は紋章学者ハインツバニアーによって制作された。紋章を二つに分ける銀の斜め破体はベーザー側を象徴する。その下の風車は 現在、旧墓地沿いに現存するギャラリーホランダーミューレの前身となった建物である。ギーベル十字は、馬の頭部を組み合わせた形になっており、ニーガー作クに属していることを示している。軍庁所在地のフェルデンへは、連邦道 B215 号線経由で約8キロメートルの距離である。また、ドイツ鉄道の鉄道網にも面しており、ハノーファー。 ニーインブルク・フェルデン・ブレーメン線と、ローテンブルクからフェルデン及びニーインブルクを経由して、民電に至るベーザー・アラー鉄道の2つの路線に面しており、2000年に再開された駅で乗降できる。バルメ地区に1958年に、ニーダーザクセン基地が新設された。ここには一時期4000人の兵士が配属されていた。兵力削減後2003年にこの基地は、 完全に閉鎖された。基地の一部配膳方法は2004年に極右団体に売却された。このためデルフェルデンはネオナチ関連のニュースでしばしばその名が報道される。デルフェルデンは連邦軍撤退後深刻な経済、金融問題に直面している。連邦軍基地や土地は現在に至るまで空き地で弊社だった建物は老朽化されている。 司令官宿舎として用いられていた配膳豊富では、極右団体排斥運動が時折再燃する。旧連邦軍用地の他の部分は、駅施設建設への利用が検討されている。デリフェルデンには、軍立の大きな障害者養護施設とニへの養護施設がある。最寄りの病院は、フェルデンのアラーベーザー病院とニーンブルク、ベーザーのミッテルベーザー病院である。 プロテスタントルター派の聖コスマエとダミアーニ教会は中心となる部分はロマネスク様式で作られている長方形のホール式教会であるロマネスク部分の壁は当時の壁の建築技法を伝えるものである15世紀に長道が東方向へ拡張された東の橋はアーチ装飾を有する階段式派布となっている東側の壁の目線の高さに アーチ型の壁装飾が見られる。教会の窓は後世にやや乱暴なやり方で広げられた。その後、古い塔が損傷したため、1877年から1878年にコンラートビルヘルムハーゼが教会の西側にネオゴシック様式の塔を建造した。バロック様式の祭壇のついたては、1750年にフェルデン出身の芸術家、 アルノルトマイヤーによって作られたものである。中央には十字架のキリストと、その下にマリアと若いヨハネが描かれている。説教団はロココ様式で作られており、ロカイ輸送色の典型例である。説教団は現在、内陣の北側に設けられている。デリフェルデンの教会は以前はフェルデン聖堂と繋がっていた。両者は同じ時期に建てられたとされている。 この教会はプロテスタントルター派のフェルデン教会区に属している。1148年にはすでに風車について記録されている。回転台付きの風車は15世紀に現れ、1856年に消失した。1857年に現在のギャラリーホランダーミューレが建設された。この建物は1994年に駆動部分が完全に補修された。 デリフェルデンにはもう一つ1885年に建設されたオランダ風車があったが、回収はなされず2003年に解体された。ありがとうございます。